石川祐希です、ポジションはアウトサイドストライカーです、日本出身です。まあ、今はスパイクとかが結構自分の持ち味ですけど、まあやっぱ自分世界の人と比べると背も大きくないので、まあ、やっぱスパイクだけじゃなくてディフェンスとかレシーブとか、まあ、サーブブロックもやっぱ他の人よりはうまく技術がないといけないのかなと思います。もちろん誇らしく思いますし、まあ、日本でこういうでっかい大会が開催されるのは、まあ、自分たちのためにすごいなるなと思います。でお客さんがやっぱいればいるほど自分たちのモチベーションも上がりますし、まあ、すごい応援されてるなって感じです。いや、まあ、すごい応援してくれるっていうのはありがたいことですし、まあ、自分海外でプレーしてたこともあるので、まあ、やっぱその自分、まあ、イタリアでやってたんですけど、イタリアの時とはの人とかよりかはなんていうんですか、まあ、ちょっと違うっていう感じはあります、ね。まあ、そのスターっていうふうには思わないですし、まだチームの一員なので、まあ、スターっていうか、まあ、そういう風に世界でやっぱ名のある選手たちのことをスターっていうと思うので、自分はまだまだ達してないなと思います。